こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、まあ YouTube のね、おすすめの中に出てきた動画で、まあ高額当選者の方がね、まあどんな買い方をしたかみたいな、そんなタイトルだったんですけど、中見てみましたら、まあ本当にね、実際に高額当選者の方、お二方がね、まあ深夜枠のね、番組だと思うんですけど、それに出ていって、まあね、お二方、本当ね、その両極端なね、まあ対照的なね、お二方にね、インタビューっていうか、まあ話を聞いている、まあ深夜枠のね、まあ関西系のテレビだと思うんですけど、ちょっとね、番組名とかそういったのはね、わからないんですが、もうね、5年ぐらい前のね、まあ動画だったんですけど、すごくね、まあもうすぐね、年末ジャンボ宝くじのね、発売にもなりますし、すごくね、まあ買い方とかね、そういったもの、まあ宝くじね、当たる人っていうものっていうのがね、すごくね、参考になるんじゃないかななんて思ったのでね、ちょっとね、その話を、まあ、していきます。まあね、その番組のね、そのね、チャンネルっていうか、そのね、動画の URL はまたね、概要欄に貼っとくんで、見てもらって、まあ何かね、参考になればいいんじゃないかななんて思うんですけど、まあ時間ある方ね、このまま自分のね、まあその動画の話をするんでね、僕の話聞いてもしょうがないかもしれないですけど、でもね、ちょっとね、その話をさせてください。はい、それでね、まあ二人の方がね、出てきたんですが、まあ一人の方はね、まあ仮の名前、まあ田中さんっていうことでね、まあ顔もね、隠してあって、まあ名前もね、仮の名前っていうことなんですけど、もう一人の方はね、高坂さんっていう方で、まあ顔も出していて、まあ、それでね、ちょっと調べましたら、なんかね、本も出しているようなね、そんな方で、まあ宝くじのね、当たり方の本のようなね、そんなようなね、本で、まあそのね、田中さんっていうのは何で当選したかって言いますと、仮の名前のね、田中さんは何で当選したかって言いますと、トトビックでね、まあ6億円が当たったそうです。実際にね、その当たった時のね、通帳もね、持ってきて、それでね、テレビでね、もう公開していたんですけど、ちょっとね、ここに写真出すいますけど、まあね、当選金って、これで、ね、ちょっとね、自分も見てるんですけど、トト当選金なんてね、まあ6億円。がね、入ってまして、それまでのね、残高がね、4400円が一気にね、6億4400円みたいになってね、まあその辺もね、ちょっとね、いじられたりしてたんですけど、本当にね、まあ当選したんだなっていうのがね、分かる、まあ、画像っていうか、その、ね、通帳見せてもらって、それでもう一方の方はね、まあ高坂さんはね、まあ5億円が当たったっていうことなんですけど、まあそのね、証拠として、まあ当選銀行でね、発行してくれる当選証明書みたいな、そんなものを持ってきたんですけど、それがね、2億円と6000万円のね、当選金だったんですけど、っていうことはみたいな感じでね、なんとね、その方、高額当選をね、15回以上されていて、それでね、まあ、5億円ぐらい、5億円以上、まあ、当選しているっていう、そんな方でして、まあ、こうね、何回も何回も当たって、それでね、ちょっとね、高額当選の一覧みたいな、遍歴みたいな、そんなね、画像も見せてくれてたんですけど、まあサマージャンボ2000何年だこれ、ちょっと待ってください、1994年サマージャンボ1等6000万1994年100円くじで1等1000万2001年ロト61等2億円それで2002年には4回もね、当たってまして、年末ジャンボ2等1億円ロト6 2等1240万円ロト6 2等1565万円ミニロト1等1647万円まあね、その1994年から2002年までで7回まあ1000万円以上だけで7回当たってるそうなんですが、まあ他にもね、ちょこちょこたくさんね、当たってるっていう、そんなね、ことらしいです。そして、まあね、その使い道は何かって言って、まあそこでね、まあまたね、高対照な田中さんと高坂さんのね、対照的な話なんですけど、まあ高坂さんはね、まずね、なんだっけかな、キャバクラ
ラスベガスで1億円を使って、それでキャバクラで一晩で1500万円、なんか10人ぐらいでね、そこに行って、1500万円使ったっていう、もう豪快にね、使って、それでなんとね、車をね、6台所有している、まあね、ポルシェのカイエンがね、1400万円、あとアルファード440万円、トヨタのベルファイア、420万円、あとジープのチェロキーっていうのが、これがね何百万、ちょっとね500万円かな。であと軽自動車2台で260万円、計6台もね車も購入しているっていう、それでね家族にもね1億円こう渡したとかね、まあ本当に豪快で、それでねなんともっと驚いたのが、クルーザーをね1億3000万円で買ったっていうね、そんなね、まあ、豪快な使い方をしているそうです。まあ、それでね、まあ、対照的に高坂さんはね何に使ったかっていうと、5億円中4億円をねなんとね寄付に使っているっていうことなんですよね。その寄付っていうのは何かっていうと、まあいろいろね東北の震災とか、まあ、阿蘇とか北陸とかね、まあ結構ねたくさんの震災があった時、その都度その都度義援金としてね渡していたっていうことなんですが、まあ5億円のうちね4億円ってことはまだ1億円残ってるっていうことなんですけど、でもねまあそうやってね寄付をして、そしたらねみんなね、まあスタジオのゲストの方とかもね、いや神や神やみたいな、そんな感じでまあみんなね高坂さんに触りに行ったなんて、僕もねなんかでその話聞いた時、高坂さんがねちょっと輝いて見えたななんて、神に見えたなみたいな、そんな風にね思いました。まあねそういったね使い方をしてポコポコポコ当たるっていうことで、それでねそうやってね使ってなくなる頃にねまたポンと当たるっていうことが、またねなんかね寄付しなさいとか神様がね選んでこの人にはね寄付するとかね、神様が選んでくれてるのかななんて、そんなこともね思いました。はい、それでねそのね宝くじに当たる人、そのね2人にねまず共通することがねあったそうなんで、そのね話をしてたんですが、1つ目のね、まあ、3つありまして、1つ目がね何かっていうとね、方角は西にこだわれっていうことで、まあそのね田中さん、仮名のね田中さんっていうのは東京に住んでるらしいんですけど、福岡に行ってね、まあ、買ったっていうことなんですけど、その福岡にわざわざ買いに行ったとは思わないんですけど、まあ何かでね用事で福岡に行った時に買って、それでねまあ当たったっていうことです。それでね高坂さんっていうのはたくさんねこうまあそういったスピリチュアル系とかね、まあいろいろ勉強して、やっぱりね西にこだわって、西にねカーテン、まあ西にね黄色とかそういったもの、黄色のカーテンとかね、そんなものをねやったりとか、本当にね西にこだわってる。あと宝くじ売り場のね向きとかね、そういったものも西に向いてるとか、まあとにかくね西にこだわって、それでね買っていたそうです。まあとにかく一つ目はね西にこだわるっていうことです。それで二つ目はね、まあ購入額は1万円以内に抑えろっていうことで、まあそのね加盟の田中さんもね、まあ3000円だけ買って当たったっていうことなんですけど、やっぱりねまあ宝くじ、まあこう余裕の中でやっぱ買うっていうのがいいのかななんて思いました。まあ、これにかけてね、まあ、たくさん買えば当たるみたいな、そんな感じではなくて、まあちょこちょこ、まあ、3000円ぐらいをね、まあ、毎回買うとか、まあ、そうやってね金額、まあ、買いすぎない、まあ、それにね、まあ、なんかね生活が困窮するぐらい買っちゃうとか、そういったのはね良くないんじゃないかななんてやっぱ思いまして、やっぱり1万円以内に抑えて、まあ余裕のあるそんなね生活ができるぐらいな感じでいいんじゃないのかななんて、そんなことも思いました。それで最後3つ目なんですけど、笑顔の販売員から買えっていう、そんなねことなんですけど、やっぱりねこうむっつりしたような、まあ、販売員の方から買うとね幸運っていうのはねやっぱ逃げてしまうっていうことで、まあ、笑顔のねいる、まあ、販売そういう販売所っていうのを選んで、笑顔のね店員さんがいる販売所っていうのを選んで、それでねまあ買うといいんじゃないかななんて、そんな風に思いました。このね亀の田中さんはね、どうでしたかって言ったらね、微笑でした、微笑を浮かべていたみたいな、そんな、ね、ことを言ってたんだけど、微笑もね笑顔にはね変わりないのかななんて思いまして、まあ田向健さんがね当たるでーなんてね、それはねなんかそのね微笑の感情をねこう表してくれてたのがねちょっとね受けたんですけど、まあ
そのね3点にまあ意識して買うといいっていうことなんですが、まあ今度ね11月24日からまあ年末ジャンボ宝くじもね販売開始しますので、ちょっとねすごくね参考になるんじゃないかななんて思いました。それでねこれね番組でねこうめくってくるところにね一番最後にね残り金額みたいなそんなのがあったんですけど、そこねちょっとめくんなくて、ちょっとねそれがね自分も気になるところなんですけど、なんとなくね大方こう予測っていうかね、そんなのがつくんじゃないかな。仮面のね田中さん今5年経ってどうなってるのかなっていうのがねすごくね気になるところなんですけど、まあ高坂さんはね本を出したりとか、今もね検索するとアマゾンで販売されているようで、まあ多分ねまだまだちょこちょこ当たって寄付をね し続けているんじゃないかななんて、そんなこともね思いました。まあその田中さんは僕が思うにっていうところ、まあ何とは言わないですけど、僕が思うにまあ宝くじ高額当選者がねよくたどる道をたどってるのかななんて、そのことも思いましたので、まああなたはねどっちの派ですかねみたいな、そんなね感じでちょっと本当にね、まあ田中さんと高坂さん好対照なね、もう当たり方もそうですし使い方もすごくね好対照なね感じで、ちょっとね、まあ、今後の宝くじ人生、まあ、をね楽しむ上で参考になるんじゃないかななんて思いましたので、ちょっとね今日この話をシェアしました。はい、それでね11月24日からまたね年末ジャンボが発売になりますんで、自分ね前よくね何回かやったんですけど、ホワイトボードにね手書きでカレンダー作ってね、自分で購入日いい日をね選んでこう自分でねマーカーでつけていってみたいな、そんなのをねまたねやりたいと思いますんで、まあなんかね味があってねいいっていう風に言ってくださった方、まあ楽しみにしてくださってる方がねいるので、まあ何人かいるので、まあまたねそれを作ってまあ動画にしたいなーなんて、そんな風にね思っております。はい、ではね今日は宝くじ、まあ2人のねまあ好対照なね2人のまあそのね当たり方っていうか、なんて言うんですかね、宝くじに関してのね話のいい動画がありましたので、それを紹介しました。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。